問題です。キュートの矢島真由美と萩原舞は二人とも2月7日生まれですが、同じ2月7日生まれとされる歴史上の人物で、日本のお札の肖像画にも最も多く使われたのは誰でしょう。私たちキュートがクイズをプロデュース、日本放送ミューコミプラス秋のリスナークイズ王決定戦準決勝。日本放送の大越瑠衣ことアナウンサーの吉田久典です。分かる人と分からない人といると思いますが、分かんなかった、何か面白いこと言ってるニュアンスで笑ってしまった今。何か台本には書かれてないこと言ってるなと、うん、今年のドラフトの最大の目玉ですよ。あ、分かった分かった。え、違う、間違えました。アメフトだったアメフトじゃない、ドラフター、野球の選手、はい、すいません。日本放送では明日の夕方5時ぐらいからですね、ちゃんとラジオ独占でドラフト会議の模様をお届けしますよという、まあ、それは置いときまして、はい、まあ、置いとかなくてもいいんですけど、あの今週はですね、あのスペシャルウィーク、日本放送ミューコンプラスでは、まあ、8月にもあのクイズレナティックワールドという、まあ、松井レナちゃんクイズをやってたわけなんですが、はい、それに続いてクイズ祭りを開催中で、今夜は昨日一昨日の予選を勝ち抜いた人たちが登場する準決勝なんですが、はい、今夜立ち会っていただくゲストはこのお二人でございます。はい、キュートのリーダーの矢島真由美です。キュートの萩原舞です。よろしくお願いします。あ、すでにもうあのいろんな人からですね、待ってましたみたいな、舞舞美かわいいとか、あ、こちら中村えり子さん、あの声優さんの、はいはい、お世話になっております、ね、生でもうシャープ MC1242 をつけてつぶやいてくれてますね。キュート、まゆみちゃんとまいまいゲスト、ワクワクスペシャルウィークのスペシャルデーですなと、いう言い方とか、漫画家の水嶋貴之さんがもうすでに待機しているみたいな、すごい、すごい、いただいたりしておりますが、嬉しいですね。ありがとうございます。すいません、あの私 もう詳しい方いっぱいいらっしゃるんですけども、はい、一人のいわゆるハロオタ、ハロープロジェクトの好きな人間の、末席のものとして、はい、まあ本当に、長年拝見させていただいてますけど、はい、あの、まあ、キュート自体は矢島さんはこの間、はい、来てくれてるんですよね。そうですね、4ヶ月ぶりぐらい、うん、はい、そうなんですけど、なんと萩原さん1年ぶり、ね、はい、びっくり、ね、お久しぶりで、でもお久しぶりではなくないですか。そうなんです、あのすいません、それは毎回毎回ハロコンだったりキュートのコンサートのたびにお邪魔しているそうですよね、ありがとうございます。ことと、あの最近あのこうなんですかね、あの岡井千里さんと一緒に、あ、そうですよね、フジテレビのお世話になってます。お世話になっております。はい、出させていただいたりしてるからなんですけども、はいはい、あのただ先ほど聞いててちょっと驚いたのが、お二人とももう人生の半分以上キュートだという話を。そうですね、いや早いね、早 い, いや、みんな、私来年で20歳になるんですけど、うん、みんなと20歳まで一緒にいると思わなかったです。そうでしょうね、ちっちゃい頃は多分舞ちゃんこのぐらいの時間になるともう寝てました。確かにそうでしょうね。12時過ぎに今生放送12時3分に生放送で起きている萩原舞さんは、はい、確かにデビュー前後の頃から見てる人間からするとありえないなって思います。確かにもう寝てたんですよね。ライブ後にみんなでご飯食べていても、うん、夜になるともううとうとしてきちゃって、もう本当にちっちゃい子供のようでしたもん、ね、はい、それが今日はもう真っ赤なルージュを本当だ、ね、メイクもバッチリで、そうです ね, ね, ですね、来ていただいてまして、はい、で矢島さんはこの時間って起きてます、はい、私は起きてる時と寝てる時があります。バラバラなので、ええ、なんか12時超える前に寝ちゃう時もあるんですけど、ちょっと際どいラインですね。起きてたら何してます？起きてたら何してるかな。でもなんか結構私ソファーでのんびりしちゃうんですよね。ソファーでのんびりしちゃう、テレビとかつけてると、あー、もうちょっとしたらお風呂入ろうとか思いながらのんびりしちゃうんで。だからね、今日もきっとラジオをそんなリラックスした状態で聞いていただいている方とかもいらっしゃると思うんですが、ね、はい、ただ今日は出てきてくれるリスナーは真剣勝負なんですよ。はい、で、あの今日はですね、あの室内をリスナーの方に電話をつないでさせていただくわけなんですが、はい、その日に登場してくれているゲストの趣味、特技、プロフィール、今気になっていることなどをきっかけにした一般常識クイズを出させてもらって、はいはい、で、今日はもちろん、あのキュートの矢島真由美さん、萩原舞さんのプロフィールをきっかけにした常識クイズを出題させていただく、はい、わけなんですが、ちなみにお二人はクイズ得意ですか？まだ得意じゃないです。得意じゃないですね。早かったですね、今ね。ね、もうダメでしましたね、うん、全然だね。そうだね、あんまり常識クイズとか最もなんかこう、うん、苦手とされるものです、ね、でもなんか分かったらかっこよくないですか、ね、常識クイズって。ね、分かったらかっこいい、分かったらかっこいいと思いますよ、はい、ね、なんかね、そこはちょっと眠いだね、うん、
でも実は今日一番初めにもすでにそういうの出てましたからね。まあ後でもう一回ちょっと振り返ろうと思ってますけど、まあクイズ王決定戦なんですが、まあ今日もトーナメントで、まあすでに勝ち抜いた人たちですが、で今日もですね、あの二人同士1対1でまず戦っていただくんで2試合やります。はい、でまあ明日決勝に進む2人が今日決まるわけなんですが、はい、優勝者には今回も1万円分の図書カードをプレゼントしますし、出場者の方には実はあのサイン入りのね、あのキャンパスノートを差し上げてるんですが、はい、で、さっきいきなり1問目出たじゃないですか、問題、はい、あの問題はどんなものかというと、今生放送で聞いてくれているあなたへの問題です。先ほど冒頭でキュートのお二人に出題していただいたクイズ、はい、オープニングクイズの答えをメールで送ってくださった方の中から抽選で1名様にあのキュート矢島真由美さん、はい、萩原真由さんのサイニーノートをプレゼントさせていただこうということに頑張ってくださいなっておりますので、はいはい、では改めて先ほどの問題、はい、あのおさらいしていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、キュートの矢島真由美と萩原真由は2人とも2月7日生まれですが、同じ2月7日生まれとされる歴史上の人物で日本のお札の肖像画に最も多く使われたのは誰でしょう。はい、はい、この問題に関して、もうすでにツイッター上で、こちらはですねラジオにもメロンパンダさんが、ポール・マッカートニーと答えてるんですけどすごいなお札に、そうなの、はい、違うよだよね、すみません、萩原さん日本のお札にポール・マッカートニーが使われてるやつあった。日本じゃない、うん、日本じゃないし、あのポール・マッカートニー結構あのねご存命ですやっぱ前ダメだ、喋んない方がいいやばいですね。なるほど、今クイズの実力がなんとなく分かってきた感じですね、すごいですね。ラジオネームケイタさんがザビエルみたいなこと違いね、じゃあどれは、この辺結構見えてるじゃないですか、うん、あの徳川家康も違います。徳川家康も違います、違うのは分かる、違います、じゃあこれはどうですかね。ラジオネーム、小ガラスマラさんが送ってくれているこちらの答え、答えはポテートモヤス。違う、違います、ね、違うのは分かる、はい、そうですね、今のところ実はツイッター上にはまだ正解は出てまあ出てるのかもしれないですけど、みんなあれかな、空気を読んで書かないのかな。そうなんです。なぜかというと今ここでそうライバルだから、正解書くと、うん、あの最終的に正解者の中から抽選で1名様にプレゼントなので、なるほど、分かってる人は今からもうメールを送る準備ができてるんだと思うんですけど、はい、メールはですねこういう風にして送ってください。メールの件名にオープニングクイズ、本文に住所、氏名、年齢、電話番号を書いて mc@allnightnippon.com mc@allnightnippon.com までメールを送ってきていただきたいというふうに思っております。はい、ちなみに、はい、萩原さんこれ正解知ってます？知ってます。あ、知ってる、うん、知ってますよ。ほうほうほう、これ矢島さんも知ってる？わかります。わかる、はい、じゃあなんかヒント1個出していただくとことができますか。徳川家康に近い近く近いかな。あれ？うん、じゃあ徳川家康に近い。徳川家康に近いですよ。さあ、すごいですね。はい、いろんな人たちがなんかいろんな人たちがっていうふうに。なんか前々 W とかすごい嫌だ、すごいすぐ 見れちゃうんだねこれ ね。そうなんですよ、あ、W ってのはあの W なんだか分かります？わらわら、あ、そうすごい嫌です、あれ、あ、嫌なのあれ嫌です。なんかこう嘘笑いっぽくないですか多分受けてると本当に受けてると思う。本当ですか？ならそれで嬉しいんですけど。ほら、ラジオネーム可愛くないんですよ。ヒント雑だな、わらわらわら言われたりしてますが、答えが分かった方は、mc@allnightnippon.com までメールで送ってきてください。1名様にお二人のサイン入りキャンパスノートが当たります。それでは CM の後は電話つなぎます。準決勝の第1試合です。ゲストがクイズをプロデュース、ミューコンプラス秋のリスナークイズ王決定戦。問題。来年1月31日国立代々木競技場第一体育館で開催されるミューコミプラスのイベントといえば、アニメ紅白歌合戦。残念。じゃあもっと正確に、アニメ紅白歌合戦ボリューム5。惜しい。正解は日本放送 LiveX 東京2016ミューコミプラスプレゼンツアニメ紅白歌合戦ボリューム5。変わった言い方で言うの。来年2016年1月31日日曜日、会場は国立代々木競技場第一体育館。チケットは全席指定税込7800円。グッドプライス。グッドプライス。あれでしょ、英語っぽい発音で言おうとすると全部外国人 の男性になっちゃうんでしょ。ちなみに気になる出演アーティストは、白組は蒼井翔太、グッドモーニングアメリカ、キートーク、赤組はスフィア、竹達彩奈、トライセイル、桃色クローバー Z、 アズサタドコル、
and more。 別に外国人になるのはいいけど、別に男性にならなくてもいいと思うんですけど。現在日本放送のイベントホームページで先行受付を実施中です。年に一度のビッグイベント、お見逃しなく。 Hey, OP、 あの決め台詞優が言っちゃいなよ。いや、もうやっぱり田所さん言っていただいた方がいいでしょこれ。じゃあ田所さん、じゃあお願いします。Hey! なんかわかんないけど調和させてるから。 Say you, say。 はいはい、じゃあいきますよ。 Don't miss it。 Oh yeah。 いよいよ準決勝。今夜は私キュートの矢島まゆみと萩原舞がクイズをプロデュース。目指せクイズ王。一瞬のひらめきで勝利をつかむ。ゲストがクイズをプロデュース、ミューコミプラス秋のリスナークイズ王決定戦。今あの一瞬なんかふざけた感じの女性の声が聞こえてきたと思うんですけど、はい、あれあの火曜日の声優の田所あずさちゃんというレギュラーの、はい、あのこの声なんですけど、そうなんです。今度あの実はね、来年アニメ紅白歌合戦でイベントをやるので、はい、そのお知らせを、まあ、聞いていただいている間に、はい、スタジオで、あの、はい、さっきから、ラジオネーム傷だらけの若部さんのこのコメントに、これ何ですか、萩原さんが興味示しました。ちょっと読んでもらっていいですか。まいちゃんは草生康の嫌いなのか、何ですか。あの今日ですね、入っていただいているのは、はい、キュートの矢島まゆみさん、そして萩原舞さんに入っていただいているんですが、はいはい、萩原さん、これね、草生康のではなくて草生やすのです、はい、え、どういうこと。草生やすの意味はどういう。え、あのこうインターネットのこうコメントで、うん、笑いを示すときに W をいっぱい、あ、草、そう、それがまるで草のように見えるから、あ、すごい、笑いが生まれることを草生やすっていう風に、すごいな、言ったりしてるんですよ。前は草生やすの嫌いだ。誰がそういうの生み出すんだろう、ね、確かに草だ、うん、なんか草みたいに見えるからねっていうことでそういうふうに言われてるんですけど、ね、それよりも僕はこれ草生やすじゃなくて草生やすのって呼んでるところが一番のポイントな感じもしますけれども、ということで、今夜のゲストはですね、キュートの矢島まゆみさん、萩原舞さんに入っていただいてますが、はいはい、日本放送ミューコンプラス秋のリスナークイズ王決定戦、ここから準決勝第1試合、はい、やらせていただきます、はい、でクイズ対決なんですが、これからリスナー2人に電話をつなぎます、はい、でこの2人の1対1の対決、はい、で先に3ポイント先取した方が勝利で早押しです、はい、ただあのお手つき後藤の場合、これはポイントのマイナスとかあの1回休みとかないんですけど、はい、相手に回答権が移ってしまいます。あ、なるほど。であの2人とも答えられなかったら両方ともポイントが入らないよということになるんですが、まあ、はい、生放送でやってるんで、はい、試合時間にどうしても限りがあるので、はい、もし時間が来てしまった場合はその時点でポイントが高かった方の勝ちと、はい、今日の場合は決勝進出と、はい、いうことになります、はい、それではリスナーに出てきていただきましょう。まず1人目はこちらのリスナー、矢島さんから紹介お願いします。はい、茨城が生んだプロレスボーイ直樹さん。茨城県稲敷市、プロレス大好き直樹、17歳高校3年生です。どんな相手が来ても秋山純のスターネスダストのように全てをコッパみじんにしてやります。かかってこいや。さあ、秋山純のスターネスダスト、はい、という言葉の瞬間出た瞬間に、はい、スタジオ3人全員がハテナっていう今顔をしている、うん、僕もプロレスあんまりよく分かってないんですけど、はい、あのじゃあちょっと電話つながってるんで直樹くん呼んでもらってもいいですか。萩原さん、直樹くん。あ、どうもこんばんは。落ち着いてます ね、 ね、冷静。あ、直樹くん17歳。はい、ね、あ、前の2個下だ。おー、うん、どう何この落ち着きだよ ね、 ね、同世代だろうね。じゃあ、あの草なんでじゃん、草生やす、草生やすの嫌いなのかって意味わかりますか。は、めっちゃ怒ってるじゃん。なんで怖っ、はとか言ってし、もう試合前でちょっと気合が高くなってる、怖いよ。いや、そうじゃなくて、なんつったか全く聞こえないんですけど。あ、草生やすの嫌いなのかって意味わかりますか。いや、ちょっとわかんないですね。ね、ですよね、一緒です。今のね、あのね、お互いにあの話が全く通じてないんだけど。まあ、インターネットでほら、あのこう W いっぱいつけることを草生やすっていうふうに言ったりするでしょ、うん、っていうこと。ちょっとよくわかんない。直樹くん大丈夫かな。すいません。起きてる、一応1試合勝ち抜いてる人ではあるんですけど。はいはい、ちなみにあの、秋山純のスターネスダストっていうものなんですけども、全員がはーって顔しちゃったんですけど、これ何、はい、これはですね、うん、よくテレビとかでやるのブレンバスターってわかります。あ、頭からマットに落とすかのような技ですよね。うん、そこに行くまでに、うん、
相手の手を足に通してリストクラッチをしてから、うん、まあ、前方開脚ドライバーですね。難しいな。これなんでしょうね、あの、はい、キュートで言うならば、はい、振り付けを口で説明しているようということに近いですよね。まあ、まず、うん、まあ、今ので分かった人は分かるという、あ、そうですね、まあ、3種類あるんですよね。もう3種類あるのか。そうか、さすがです。今日ね、ごめんね、あのね、今日ね、その問題ないかもしれない、ね、キュートの問題がきっかけ、キュートのプロフィールがきっかけになってるんで、ちょっとキュートって分かんないですね、僕は。嘘、やめてください。本当全然分かんないですね。ダメだな、これはちょっと難しいんじゃないですか。これでもマジな話をすると、波の格闘技より動き激しいからね、キュート。今、いや、名前は知ってるんですけど、あんま歌はあんまり分かんないですね。もったいない。これを機会に今日もかかるからきっと。今先に言おうか、直樹くん、あの、今ね、スタジオで総出で手切り回してる今。え、なんすか。最高。すごい元気。いや、一応あの、最後にですね、あの、掛け声だけ聞いておきましょう、直樹くん。あ、ノーフィアで。はい、ね、ノーフィアという声が聞こえてきたら、はい、直樹くんの回答です。はい、さあ、直樹くんは今日ちょっといわゆる悪役ヒール的な立場からいや、僕は言ったってベビーフェイスですよ。ベビーフェイス、そうなんだな。ベビーフェイスってなんだかわかります。可愛い顔、可愛い顔まあ赤ちゃんみたいな顔、可愛、はい、い顔、はい、ちなみにあのヒーローサイド、はい、いいもののことを、あの、ベビーフェイスってプロデュースしてる言うそうですよ、ね、ということですが、まずは直樹くんありがとうございます。では続いて対戦するのは、じゃあ今度は萩原さんに紹介してもらいましょう、はい、お願いします。満身創痍のハートブレイクボーイ、リュウスケくん東京都北区リュウスケ、17歳、高校3年生です。同い年。やっぱり失恋から立ち直れません。え、恋愛に正解なんてないのかもしれないけど、クイズは必ず正解してみせます。かっこいいな。はい、でもかっこいいんですけど、あの、これかっこいいかのようでいて基本的に申し訳ないけどうまくいってない人ですね。あの、じゃあ龍介くんは、じゃあ、あの、矢島さん呼んでいただいてもいいですか。龍介くん。はい、もしもし、こんばんは。こんばんは。キュート知ってますか。キュート、キュート知ってますよ。やったー、ったじゃあ龍介くんも一緒かなって。早いね早いですね、もう。まいちゃん同い年だしね。あ、まだ同い年。いや、違うんですよ、17歳ですよ。17歳、矢島さんは何を聞いているんですか。たまに適当発言しちゃうからね。ごめんね、17歳。17歳ですね。失恋なんて気にするな。はい。あ、ほんと。俺たち割ともう少し細かくプロフィール掘り下げようと思うけど、もういいか。とりあえず矢島さんが、あの、失恋なんて気にするなって言ってるからね。はい。ちなみに、じゃあ龍介くんは、早押しの覚悟は何て言ってくれますか。畜生でお願いします。そうなんですよ。いや、めっちゃまだ、ね、未練タレタレだ。引きずってますね。全然まだうまくいってないですから ね、 ね、 すね。未練タレタレはあまり言わない、ね、何をかけてるのかよ。確かにやばい、未練タレタレだね。では、この二人で、三問選手の早押しクイズにチャレンジしていただきたいと思います。はい、はい、じゃあそれでは、二人とも、直樹くん、はい、龍介くん、はい、準備いいですね。では行きたいと思います、ね、準決勝第1試合1問目です。キュートの矢島真由美さんは犬を3匹飼っていますが、はい、そんなに飼ってるんですね。飼ってます。では江戸幕府5代目将軍でノフィア、お、早い、すごい、直樹くん、早いぞ。僧侶哀れみの霊、うん、あ、問題最後まで聞いてみましょう。この問題も龍介くんにしか今回答権がありません。マジわけわかんない、マジわけわかんない、やばい。問題続き読みますね、はい、江戸幕府五代目将軍で犬公方と呼ばれ、はい、生類憐れみの霊を発布した。今のこれ直樹くん の、 あの、この嘆きの声だ。生類憐れみの霊を発布した人といえば徳川誰。畜生。はい、龍介くん。徳川綱吉。正解。すごい、すごいな。ちなみに、あの、今、すごいなって二人とも感心されてましたけども、はい、あの、萩原さん、これは分かりました。知らなかったです。知らなかったですか。今、徳川、徳川家康って思っちゃった、今。徳川と言った家康。今日ね、あのね、生放送始まって20分で徳川家康4回ぐらい出てきた。そんな好きじゃないから別に徳川家康。徳川家康、好きでもいいんですけどね。本当ですか。とりあえず、龍介くん1ポイント選手です。イェイ、おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに、3匹犬飼ってらっしゃるんですね。3匹犬飼ってます。ね、はい、いいよね。名前は。コロン、アロマ、そしてトアレです。あ、全部香りのする。そうなんですよ、よくお気づきで、そういう名前の
付け方です。萩原さん今気づいたんですか？気づきました今。嘘でしょ。そんな知らなかった。あ香りがね、うん、香りが関わってることは知らなかった、じゃあそれではまずは一問先取したのは今のところキュートの心を掴んでいる龍介くんです。わさあそれでは行きましょう。ナク君取り戻せるのか第2問です。キュートの萩原舞さんは、はい、スイカが嫌いですが。大嫌い。あ、苦手ですか。はい、うん、では JR 東日本のプリペイト電子マネーカード。あ、すごい。お、あ、やばい。龍介くんスイカ。まあね、早押しだからそうやって攻めてくるのは ね間違ってないんですけど、はい、プリペイト電子マネーカードスイカのマスコットキャラクターになっている動物といえば何？アノフィア。はい、ナオキくん。ペンギン。正解。正解。一問ずつ、取り直しました。1対1。いい勝負ですね。はい。いい勝負。まあ、これはさすがにお二人とも分かる問題でしたね。はい、分かりました。はい。スイカ嫌いなんですか？本当嫌いです。うん、治んない。なんか、キュウリも苦手だし、トマトも苦手。なんか、サラダっぽい。なんていうんですか、あれを果物と思えないんですよね。うん、まあね、そうね、トマトはね、諸説ありますけども、キュウリはほぼ確実に果物ではない気がするんですけど。なんか、スイカ、ほんと苦手で、小さい頃からもう一番食べれないです、ね。今のところまだダメですか、はい、ダメです。ということで、これで1対1でございます。そうですね。はい。じゃあ、それでは、続いていきましょう。準決勝第3問です。キュート萩原舞さんと矢島舞美さんは誕生日が一緒で2月7日生まれですが、はい、では1月はムツキ、10月はカンナズキというように月を和名で言うと2月は何という？それとも二人とも答えられないか。畜生。畜生、聞こえてきたら、龍介くん。草薙。正解！龍介くん、これでリーチがかかりました。すごい。すごい。今、矢島さんが多分わかるっていう話をちっちゃく言ってて。はい、でも、合ってました。合ってました。合ってました。すごい。萩原さんは全く。わかんなかったです。わかんなかったです。さあ、そして、龍介くんにリーチがかかりました。なおくんも後ないよ。いける？はい、大丈夫です。おー、すごい、いい声。かっこいいな。では、いきます。第4問です。キュートの萩原舞さんの好きなスポーツはバスケットボールと鬼ごっこです。スポーツだったんだ。そうだぜ。そうですか。ではバスケットボールのルールでドリブルをせずにボールを持ったまま3歩以上歩く。聞こえてきたの、直樹くん。トラベリング。正解。さあ、これでお互いリーチがかかりました。いい勝負ですね。すごい。さあ、次に正解した方が決勝に進出ということなんですが、すいません、鬼ごっこは19歳の今でも好きなスポーツですか？実はというと、はい、私好きなスポーツないんですよ。で、書く、どうしよう、何書こうと思って、すっごい探して、すっごい探して、あ、鬼ごっこならなんかできるかも、みたいな。思って、鬼ごっこって書いたんですよ。プロフィールですよね、これ。そうです、そうです。そう、ずっと書いてました。いまだに鬼ごっこが書いてあるんですね。はい。どうなんですか、19歳で鬼ごっこ。確かに。でも多分、まゆみちゃんに追いかけられたら一発で前多分終わるよね。うん、超早いんですよ、まゆみちゃん。捕まえられる。自信あるわ。ね、矢島さん、おそらく今、日本のアイドルの中で一番身体能力高い人の一人ですから、ね。確かに。やばそう。筋肉マッチョだしね。マッチョ。すごいんですよ、腹筋が。でもそれは置いときまして。はい、さあ、それでは行きましょう。直樹くん、龍介くん。はい。さあ、次の正解者で決勝進出者が決まります。はい。問題。先日、オールナイトニッポンモバイルが50回目の配信を迎えた萩原舞さんですが、ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になっております。お世話になっております。では50を英語で言うと何？ノフィア。できちゃう。聞こえてきたら直樹くん。50。正解ということで決勝進出は直樹くん。ありがとう。いい人でしたね。ねえ、最後スッと決まってしまいましたけども、はい、よし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 よお願いします。あとね、もう一つおすすめをすると、キュート腹筋とかすごくて格闘家っぽいとこあるよ。
あ、この間、ミルマスカラスさんに会いましたよ。え、そうなの？そうなんですよ、はい、メキシコで。メキシコで。そうだね。過ごしね。だから、キュートの曲も聴いてくださいね。はい。なんか画像で見ましたよ、それ。見ました？マジ？それがキュートですよ。もうちょっと興味湧いて、その後。いや、なんかよくプスマで辛いもん食ってるな、みたいな。あ、それ、岡市里ちゃんだ。そうだ。すっごいざっくりしてるね。ちなみに、今度の、ね、シングルはね、日本レスリング協会の公認ソングとかだったりするんだよ。そうなんですよ。結構、格闘系もいけるんで。そうですね。ちょっとあまり興味ない感じ。ね、興味ないね。なんか近づいてきてる感じはちょっとしますよ。そうですね。ちょっとずつ、ちょっとずつ引き込んでいきたいと思います。そして、直樹くんは明日もお電話つながせていただきますが、龍介くん。はい。ちょっと残念だったね。いや、悔しいです、もう最後は。そうですね。ああね、結局失恋も報われなかった感じになったんですけど。本当だ。気にするな。そういう人生なのかもしれないし。いやまだ早い。17で、17でそれはまだ早い。はい。ねえ、もう、ということで、17歳の時なんて、もっと結構大変なこともいっぱいありましたもんね。そう、何してたかな、え、17歳って何?2年前です。あ、でも2年前、あ、まだ前ちょっと、あれだったかな、うん、病んでたかな。病んでた？やっぱそういう時期なのかな、17歳っていうのはね。人生を考える時期だな。ゆうすけくん、2年でこれだけ明るくなるよ。そうですよ。そうだよ。楽しみでしたわ。今日は残念ですけど、またこの後も放送を聞いててください。ありがとうございました。ありがとうございます。準決勝。今夜は私キュートの矢島まゆみと萩原舞がクイズをプロデュース。目指せクイズ王、一瞬のひらめきで勝利をつかめ。ゲストがクイズをプロデュース、ミューコミプラス秋のリスナークイズ王決定戦。日本放送ミューコミプラス、今日はですね、キュートの矢島真由美さんと萩原舞さんにご登場いただきまして、はいはい、生放送で秋のリスナークイズを決定戦をお届けしておりまして、はい、今で準決勝第1試合だったんですけど、第2試合は番組の後半にお届けいたしますが、はい、で今日は、先ほどラジオネームカキフライさんが発言を、はい、に対して、前々17の時はもう病んでなかっただろうっていうふうに言われてました。そうだったっけ、抜け出してた、うん、もう忘れてたな、忘れてたな。でも確かに、うん、それぐらいの時、まあ、言われてみたら小さな幸せを見つけてたかも。なんかその小さな幸せを見つけて頑張ろうの回やってたよね。ああ、やってたやってた。もうでも2年も前のことなんだね。でも18の時じゃなかった、うん、最近すごいポジティブでちっちゃいことに幸せを感じられるようになって。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんか昔は小さなことですごい病んでたって、あ、もうなんか自分ってなんかダメだなとか思ってたんですけど、なんかまあいいやと思うようになったらすごい楽になって、うんうん、なんか人生楽しいです今のところ。 今のところ楽しい感じになってる。、はい、ね、一時期好きな歌はあったら奥花子ですみたいなことしてた。病んでる。でも病んでるってことね、まあまあいい歌です、うん、しっとりしててね、だけど今回キュートの歌はどちらかというと、はい、今流れているのもそうなんですが、なんかいつの間にか日本レスリング協会公認応援ソングになってる。そうなんですよ。これなんでそういうことになったんですか。これはでも本当に私たちもびっくりで、うん、突然次のシングルはそう応援ソングになるよみたいな話をいただいて、うん、はい、そんな感じで、いろんな ね、大人の方たちが、うん、実際に私たちもそのレスリングをやってる方 の、うん、その練習のところに行かせてもらって。そうなんですよ、ですよ。朝の朝練とかも一緒にやって、なんか乗っからしてもらったりしたんですよ、練習の時にこう肩車とかはするんですけど、それにうちらも乗っからしてもらったりとかして、すごいね、いい経験できた。それで走るんですよ、皆さん、選手の皆さん。もうなんか10年を活動が超えてきて、はい、こうなんか横浜アリーナでこうサンドコンサートやったりとか、そういう方向性もあったりとか、メキシコでやったりとか、そうですね、いろいろありながらどんどん、意外性のある方向に話、ね、私も広がってますよね。驚きの連続で、ね、はあ、ありがたいです。嬉しいです。で今聞いていただいている方が両 A 面の、まあ、嵐を起こすんだエキサイティングファイトという方の曲だったんですが、はいはい、もう一曲の曲の方をここでは聞いていただきたいと思います。ではその新曲の曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、それでは両 A 面シングルから日本レスリング協会公認の選手団参加になります。キュートでありがとう無限のエール。両 A 面シングルの、まあ、1曲目に収録されている方ですね、はい、キュートでありがとう無限のエール、来週リリースになる新曲ですが、はい、もう本当に今もう持ち曲とかってすごい数になってますよね。そうですね。28枚目のシングルなんですけども、実際にはこうやってダブルとかトリプルとかでもシングル出させてもらって、シカプリング曲もあったりで結構多いよね。もうね、多いね。はい、キュートのコンサートとか行くと、うん、今回はどんな構成で来るんだろうみたいな、だから方にね、
ね、すっごいバリエーションの楽しめる今アイドルになってるんですよ。いや嬉しいです。よかったね。でだから今年のですね秋もあのコンサートツアーがあるんですけど、はい、コンサートツアーが、いわゆるホールツアーと、ライブハウスツアーがそうなんですよ、同時に行われているという結構して、はい、行われます。ちなみにですねまずホールツアーの方がキュートコンサートツアー2015秋キャントストップ、はい、こちらが開催中で、はい、関東が、今度の日曜日の25日に、埼玉は川口総合文化センターリリアのメインホールであって、はい、11月の6日に東京ドームシティホール、11月の7、8と伊勢原市民文化会館、はい、で11月の21日にはパシフィコ横浜大ホールで行われることになっている中、はい、11月の4日から、はい、つまりはあのこれと完全に並行する、そうなんですよ、日程でライブハウスツアーが12月の11日まで続くと、はい、のことになってるんですけど、これもやることかなり違ってるわけですよ。やっぱセットリストはそのツアーとは違うセットリストにしようって話してて、はい、でも今回のあのキュートコンサートツアーのキャントストップの方が、うん、もうすっごい激しいんですよ。そうだね、もう本当止まらない感じで、うん、MC とかもあんまり長くやらないので、うん、ファンの方ももう大変だみたいな感じなので、うん、ぜひ来てほしいです。だから、ね、もう本当にだからもうなんかキュートのこうコンサートほとんどスポーツチームの試合見てる感じですか、ね、いや私たちも一回一回もう本当に一部いっぱい取って、うん、やらないともう持たないよね。ご飯もちゃんと食べないと筋肉痛半端ないよね。はい、また矢島さんの発汗量が尋常じゃないんですか。いや尋常じゃないですね。その全部すっぴん状態に最後にはなってます。その新陳代謝のいいところも、はい、ぜひ、ライブで見ていただくと分かると思います、はいはい、何かそこで伝わってると思いますが、はい、そしてあと先ほども言いましたけどキュートの萩原舞さんのオールナイトニッポンモバイルも今配信中ですので、はい、よかったらそちらも聞いてください。じゃあサポーターズプラスがあるんでその後また戻ってきてください。はい、いよいよ準決勝。今夜は私キュートの矢島舞美と萩原舞がクイズをプロデュース。目指せクイズ王。一瞬のひらめきで勝利をつかむ。ゲストがクイズをプロデュース。ミューコミプラス秋のリスナークイズ王決定戦。はい、今聖徳太ちゃんさんがおかえりまいまいみっていう風に言っていただいてますけど、ただいまー。今夜のゲストですね日本放送ミュークンプラスキュートの矢島まいみさんと萩原まいさんに戻ってきていただきました。はい、はい、お願いします。でそして先ほど の漫画家の水島貴之さんですが、はい、で確かに最前列でしたけどちゃんと自力でファンクラブで取ったチケットなので勘弁してくださいっていう風にそれ、ね、目立ってましたよ。なんかファンクラブとか入ってる方にはそういうラッキーがね訪れることはもちろんありますからね。ということで、まあ、これから秋のツアーも始まる、ていうかもうすでに秋のツアー始まっている、はいはい、キュートのお二人に立ち会っていただいて生放送でお届けしている秋のリスナークイズ王決定戦、続いては準決勝第2試合です。ではまずはこちらのリスナーから。音楽センス抜群のギター女子あやめちゃん。神奈川県厚木西南高校2年のギター弾き語りあやめです。どんな難しいクイズもリズミカルにクリアして決勝行くぞ。お今のはあの自前のギターも鳴らしてくれたの。あ、そういうこと。じゃあちょっとあの矢島さん呼んでいただいてもいいですか。あやめちゃん。はい。あれ、ギターひょっとして持ってるのかな。ねえ、持ってます。ギター持ってます。おお、そして声がすごい可愛らしい。ね、可愛い。じゃあ今日を早押しの言葉なんですけど、ギターっぽい言葉なんですよね。はい。じゃあ何て言ってくれますか。カポタスト。ん、カポタスト。カポタスト。萩原さん何だか分かるんですか。え、カポタスト知ってる。え、こういう押さえるやつですか。なんかこう見てて正解。そう、すごい。この端っこのこのなんすか2番目のフレットとかを押さえたいときに使うやつですね。すごい、すごい感じました私。でも正解です。やったー、すごい感鋭い。一つ覚えましたね、こう萩原さんね覚えました。はい、ということで、このカポタストという声が聞こえてきたらあやめちゃんの回答でございます。そして対戦するのはこちらのリスナーです。クイズレナティックワールドの王者ジジドル。ミューコミプラス姉妹番組ジジドルパーソナリティを務めるリョウです。ここまで来たら目指せ2連覇ということで、中間テストど真ん中ですが勝って当たり前、頑張ります。あの自分でなんとですね、彼偏差値72の学校に通ってるんです。すごい。で前回のクイズ大会の優勝者でもあるんですけども、しかも喋りがアナウンサーみたいですね。でね、放送部らしいんですよ。あー、さすがだ。じゃあそれではちょっと萩原さん呼んでいただいてもいいですか。ジジドル、こんばんは。そっね、それ番組名なんだけどね。あ、そうなの。まあいいの、りょうくんだけど。りょうくん、りょうくん一つだけ、こんにちは、こんばんは。はい、一つだけ言ってもいいですか。あの見込みの姉妹番組にいつの間にか勝手になってるんですけど、なんか噂で聞いたんで乗っかっちゃいました。自分でね、そうね、校内放送の番組らしいですよ。あ、そうなんですね。ということなんですが、じゃあのちなみにりょうくんの早押しの格好は何ですか。
ジジドルでお願いします。はい、そうですよね。はい、ました。じゃあそれではジジドルが聞こえてきたらりょうくんの回答、そしてカポタストと聞こえてきたら、あやめちゃんの回答でございます。はい。では二人とも準備いいですか？はい。はい。では3ポイント先取した方が決勝進出となります。はい。はい。では準決勝第2試合参ります。第1問。好きな食べ物は、インゲン豆と豚肉のからし醤油和えだというキュートの萩原舞さんですが、はい、あったはい、インゲンですね、そうですね、すっごい細かいですね、はい、では豚肉を英語にするとポークですが、子羊の肉を英訳するとジードル。あ、聞こえてきたのはりょうくん。ラム。正解。これ言った瞬間に2人とも、あ、すごいってちょっと顔しましたね。すごい。まあ、まあ、りょうくん、一問先取。あやめちゃん、今の分かんなかった。ジンギスカンぐらいしか分かんなかった。それはそれで聞きたかった感じがするけどね。前もちょっと思った。ジンギスカン。ジンギスカンのボタン。惜しい、あれ料理。肉の名前じゃないですね。ということで、まずはじゃあ、りょうくんが1ポイント先取です。そして、生放送なんでどうしても時間もあるんで、はい、もしかしたらリードしているままで決まる今回かもしれませんが、はい、ちゃんと3ポイントまでいけるか。じゃあ、続いてまいりましょう。第2問です。ロードバイクを持って1159段の石段を上がったことがあるキュートの矢島真由美さんですが、はい、そんなことしない、しました。体力あるね、さすがに。さすがだね。ありました、では世界三大自転車ロードレースの大会といえば、プエルタでエスパーニャと、ジロでイタリアと、ツールド何？これ聞いたことあるでしょ、ツールド何々。ちなみに国の名前が入りますが、ジドル。あ、りょうくん。フランス。正解。すごい、ツールドフランスという大会の名前は聞いたことがないです。ないですか。はい、ないですか。はい、まあそうですね、はい、自転車版じゃないとそんなにね、じゃあそれでは最後の問題、次で決まってしまうのか、それとも、あやめちゃんが巻き返すのか、一気にいきます、はい、問題。三人兄弟の末っ子である矢島真由美さんですが、はい、はい、はい。では、道端三姉妹は、カレン、ジェシカと、あと一人は誰？ジドル。あ、これで決まっちゃうか、りょうくん。早いな。アンジェリカ。うわー、ディフェンディングチャンピオン強いってことで、決勝進出はりょうくん。すごい。いやー、これは、あやめちゃん、ちょっと敵が悪かったね。そうですね。そうですね。わ、ね、かんなかった。わかんなかったか。いや、でも、はい、大丈夫です。今回来てく、出てくれたので、サイン入りの、はい、キャンパスノートを差し上げますので、はい、よかったら使ってください、はい、ありがとうございました。あと明日も聞いてね。ね、はい、はい、じゃあそして、もうお一方、りょうくん。はい、はい、じゃあ明日もつなぎますので、はい、はい、じゃあ明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに明日はですね、声優の竹達彩奈ちゃんがこのクイズの立ち会い人として登場してくれることになっております。さあそして、今日はですね、一番初めにオープニングクイズ出しましたよね、はい、オープニングクイズ、はい、お二人の誕生日が、はい、2月7日です。あ、そこもぴったり合いましたね、はい、でその2月7日生まれの有名人で、日本のお札に最も多く使われた人物は誰という問題だったんですが、はい、じゃあ正解を二人で言っていただきましょう。せーの、どうぞ。聖徳太子なんですっていう正解者の方の中から、お一方に二人のサイン入りのやっぱりノートをプレゼントさせていただきますが、はいはい、正解者っていうか当選者はこの方、足立区の15歳、風花さん、おめでとうございます。おめでとうございます。差し上げたいと思います。さて、で、明日もですね、決勝戦ということになるわけなんですけども、はい、明日の決勝戦は竹達彩奈さんが立ち会ってくれますが、竹達さんはアニメ紅白、来年1月の31日の代々木第一体育館でのイベントにも出演してくれますので、はい、楽しみに待っていただきたいと思います。そしてこの後は、今日は1時からは AKB48 のオンライトニッポンがあって、なんか松井純奈ちゃん大発表スペシャルらしいんですけど、発表の内容はスタッフもマジで今も知らないという、すごいやつらしいですよ、ということなんですが、はい、今日は生放送に来ていただいた、はい、萩原さん、残り30秒ぐらいなんですけど、はい、一言感想いただいてもいいですか。いや、聖徳太子とかいろいろ私知らないことがたくさんあったので、結構今日学べました。聖徳太子も今学んで今日のクイズ中に学んでたの。実はこの台本で知ったんです。そうだったんだ。はい、矢島さんもちょっと勉強になってくれました。そうですね、もう知らないことたくさんあったけど、みんなやっぱ頭いいなと思いましたね。ね、ということで、明日決勝です。明日も聞いてくださいね。